で何回かだから支えに行く力が入っちゃうと筋肉が入っちゃうと体が支えになっちゃう。だからこう触った瞬間は支えがない。その後は触った瞬間あれなくなっちゃったみたいな感じになった方がいいんですね。これガツンと棒鉄棒みたいにガツンと持ってれば横取りと持ってこの支えにしてなくてこの瞬間にこう来たのいなかったみたいなそういう形が持たせた時に持たせた時にこうあるね。あ、全然これない方がいい。これ見せてるけどない実態がないそういうふうにしてこう言うだけまあズルみたいなねそういう感じにしないと比較しちゃったら彼もこれ支えるし相手支えるし支えにならないで支えにならないでしかもそうすると、何でしないから次が、こう見せて、これ支えにしようと思ってこの瞬間になくなって、なんかそれがコツだと思うんですよね。こう、来てるんだけど自分が違うところを狙ってる最初に来てるけど狙ってるのは、ここ狙ってるんですよね。彼女はここ狙ってる僕はこういうところにさあ、初めから、ね、来た時に狙ってるのかいい感じ。じゃあ腕と下自分がいなくなってこう入ったんだけどこういうふうに使ってこのままやりつけばこうなっちゃう。だからその時に手を利かしてこうやりつけない方法がないこう来てぶつかってる時そうしたときに、じゃあ自分どうしますか、こっち回っていきますかとか、いろんな方法ありますよね、このままね、この危険な話で、いなくなってくる際、必ずこうなって、これは無理だ。だからそのときに、だから、ぶつかるから、もっと回ってくると。ぶつかるときに、このままやり続けない。やりすぎない。やっつけられるかわかるんだね。こんにゃく。やりすぎちゃダメなんだ。これ、やりすぎないために自分が使われる方法だよ。それが瞬間でそれが、なんだろうな。相手の反応で、それができないと、気づいちゃって、こっちこかっこ。やりすぎちゃうことになるわけ。だから、やり続けないで、こう、なんか、こう、なんか、すぐ変わると、なんか、あなた、女性の時はできないよ、絶対できないってことが分かってで、自由に持つためには、予定通りがいかない時に、いかに切り替えるかなんですね。それがうまくできれば、うまくいく。そういう結果。どうしたらいいか。普通の稽古やってたら普通の小投げやる人も子供人も練習が少ないんで多分小投げの稽古ばっかりやってると小投げの稽古ばっかりやってると形が悪くていいかもしれない。で彼も忖度してまあやるところもでもぶつかったときに、じゃあどうするかって感じですよ。だそういう練習をどういうふうにしたらいいか、ちょっと分かんないけど。じゃあ一つ形をやって、小投げをやって、ぶつかったときに、違うこと考えよう。小投げやろうと思ったけど、こうやっちゃった。小投げやろうと思ったけど、ぶつかったね。その時じゃあ小投げをやるつもりでいって違う技早めに違うこと考えるこういうふうにやらないとということはそれで稽古それで小投げをでこういったらこうよりどころ作ったらやられちゃうんだよねだから早めに違うこと考えていろいろ
夜の少ないからさ、後ろ早くとか、そういうことやったんだけど、そういうこと、お互いに、そういうことにこう、知ってるんですかね。その時に少量がちゃんと固くなったんだよ。こういう要素をいっぱい込んで作ったり、それから、まあ、バッと作ったり。その時にこの点に、できる。そういう、その、少量が。こう、引っ張り込んできても、もうこう、そういう形だ。で、そういう、そういう。これが結構かな。じゃあ今度
つぼ投げやりましょう。成功してもいいよ。成功しても、成功しても成功したら中、鳥の人がこう塩投げ、ビー投げしてくるのは分かってた。こう取ってくれば、これ多分彼は手を切って、手を切ってこういうふうに打ち出して、こういう後ろ取られちゃうから、それは分かってた。僕はね、だから警戒してる。こう来たら、やらせないようにこう打ちました。じゃあ彼どうしますか、彼どうしますかって言ってくれてね、これすごいよ。こういうふうに僕はこう、あ、さあ、僕はね、あ、僕はこう来て、ほら、やられないようにして、やらないようにして、どうしたらね、したら、もうちょっと入って、僕は後ろ、彼の後ろもらって、右に投げてる。で、彼は分かってるから、それをさせる前として、中に出て、おそっか入ってきたね、だからこう入ってきて、こう入ってるんだよね。そういう形で、だから、ね、あの僕は右に投げます。彼は右に投げを阻止する。で、こう出して右に投げをしようとしたら彼は阻止する。阻止して、阻止して、阻止して。阻止して。阻止して。どうぞ。どうぞ。阻止して。おお、いいね。こうやってやって、そして、僕はね、ちょっとお互いにさ、その、なんていうかな、相手が右投げやろうとしてるのを、まあ、早めに、うんと、待機した状態から阻止しちゃったらダメだけど、技の途中に阻止してきて、なんかしてるのを、この人は予定通り。ちょっと変わってもいいと思うんですけど。